ソーマ。アカネさん。見ての通り、二人とも無事だよ。今は動けないけどね。一体何があったんだ？ワルキアがクラスタニアの情報網に侵入して、レイバテイルの精神世界サーバーにウイルスをばらまいたようだ。それゆえ、クラスタニアのレイバテイルは全員機能停止してしまっている。もちろん、フィンネルもね。それで僕は出てこられたんだ。そうか。とにかく、ここにいるのは危険だ。安全なところへ。ひとまず、アカネの家に向かおう。ソーマ。ありがとな。別に。家に着いたら僕は消える。あとはよろしく。ああ。かたじけない。まさかあなた方にこのような失態を見せようとは。仕方ないですよ。精神世界をハッキングなんかされたら、さすがのベータでもどうすることもできません。リッカの方も無事意識を取り戻したよ。後のことは宿の人に任せてきた。この場所は知らないし、追ってくることはないだろう。先生やるな。茜さんも容態は良さそうですね。五条と僕の処置が良かったからね。お二人とも本当に助かりました。応急処置ではありますが、一時的に塔との接続をブロックしています。ダイブはできませんが、ハッキングされる心配もありません。ココナさんとフィルちゃんはどうですか？ココナも歌魔法を併用して治療すれば短期で全開するはずだよ。急所が外れていたのが不幸中の幸いだった。フィンネルはかなり生命力を消耗しているね。無事に目を覚ましたとしても、先の時と同じように記憶を失っているかもしれない。なあ先生、フィンネルを助ける方法はもうないのか？一つだけ思い当たることはある。フィンネルの精神世界の構造は先のそれと酷似しているんだ。ということは、フィンネルさんとサキさん、二人の病状の原因は同じかもしれない。ああ、そこでフィラメントの言葉だ。リンカーネーションだ。頼む、アカネ、リンカーネーションに案内してくれ。君はそれが何なのか知っているのですか？クラスタニアの聖地だろ。お前にしか操作できない。すべて承知の上で言っているというのですね。無理なこと言ってるのは分かってる。でも、サキとフィンネルの命に関わることなんだ。そこにいるティリアってやつに会わねえといけねえんだ。少し時間をいただけませんか？分かった、待つよ。